気を磨くなるスニーカーを磨け、どうもバスケットマンです。この中にはインにはファイス、はい、ということで今日もやっていきましょう。今日も始めましたバスケットマンのスニーカーと NBA ポン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 なってことですね。今日はですね、超やべえあのアニメとのコラボしたスニーカーを買ったんで紹介したいなと思います。行ってみましょう、レッツアーティッポ。はい、ってことなんですけども、はい、当時すごかったんですよ。こいつが発売されたのは2014年ってことでですね、2足発売されたんですけど、もともとはジョーダン6、そうスラムダンクは持ってたんですけど、もう一個の方ジョーダンスーパーフライの方なんですけど、これは全然人気がなくて当時も余ってたんですよ。いやもちろん6ばっか人気だったんですけど、でね、これが当時ね映画になるなんて思ってないから僕も買ってなかったわけなんですよ。はい、でずーっと探してて、結構探しててやっと見つけて買いましたよ。結構格安でかなり安かったですね。ほんと今ね大変なことになってるんです、こいつ値段。もちろん6はいつも高いですよ、もうずーっと高いですよ、発売されたから。だけどスーパーフライの方は全然高くなってなかった。で映画化するってなって、でまあね情報がね全然流れなかったじゃないですか、結構前からリーク出てたのに。でやっと今年になってから、まあ12月3日かな、でやりますよってなってちょっとずつなんかね宣伝し始めたら、このスーパーフライの値段がどんどん高くなっちゃって、危なかったこと、もう買えないんじゃないかと思って探しててよかったってことで、今日紹介するのはこいつだ、ダンけど、ちょっとね中古なんで微中古ですね。箱だけちょっと色あせちゃってるんですよね。本当は真っ赤ですね。で6の方の箱なんですけど、6の箱は、まあ、黒いんですよね、こうやって。でこの箱の横ですねは、まあ、英語で名シーンですね、ルーズボール追いかけて観客席に突っ込む桜井花道のところの絵が描いてあってて、すごい名シーンなわけですよ。ここね、はい。でスーパーフライの方は箱はどうなってるかというと、一応あるんですよ、書いてあるんですかね、よいしょ、ここ、これ見えるかな、これなんですけど、見えるかな、ちょっと赤くて見えないな、これ、ね、確かこのスニーカーのために井上剛彦先生が書き下ろした10年後の桜井花道だったかな、ちょっと間違ってません、確かね、未来の桜井花道を書いてるんですよね。ここもそうかな、ここ見えるかな、あ、見える、あ、見えるじゃん、よいしょ、これってことなんですよね。よく考えたらこっちの方が、まあ、どっちもね、まあ、どっちもだな、すんでやだね、はい。でこいつ全然さっきも言ったように人気なかったんですよ。だから買わなかったんですよ。ほんとね見る目がないですね、私。買えばよかった当時。ってことで今日紹介するスニーカーこいつだ、ジョーダンスーパーフライでいいんだよね、はい。そう、スーパーフライ3スラムダンク、イエーイってことでね、全然綺麗、超綺麗、マジでほら綺麗、美中古ですね、よかったよ。もう一個開けようかね、すごいよ、ちゃんと黒タグ入っててね、ありがたいよ、やっとゲットしたよ。これ今ねほんと パネー値段になってるんですよ、よいしょ。でさっきのここの箱の絵かな、箱の絵に書いてあるものがこいつにも確かね書いてあるはずなんですよ。いやー分かんないよね、俺も分かんないよこれ、あー分かんないね、これね、ちょっとライトでちょっと頑張って写真撮ろうかな、分かんねえなー、あー分かる、これ分かる、これ分かる、あ、これちょっとだけ分かるね、はい。いやー素晴らしいですね、スーパーフライということで、まあこれでねちょっと映画見に行けるかなって感じなんですけど、これねあとシリーズは T シャツが白いのと赤いのが出てて、帽子も出てたかな、僕赤い T シャツ、小学の10番の桜木花道の T シャツ持ってたんですけど、スニーカーのイベントであげちゃいましたね。まあこれも撮っとけばよかったですね、本当にやっちゃってるなってことなんですけども、はい。でまあスラムダンク、ちょっとまだ映画どういう内容かわかんないんですけど、まあ過去にもですね僕、スラムダンクの、選手たちが履いたスニーカー、バスケットボールシューズっていう動画出してるんで、ぜひねそっちも見て、で足元もちゃんと映ると思うんで、それをね見ながらちょっとね映画を見てね楽しみたいと思うんですけども、やーべー超かっけーですね、コンプリートですよ、これはやばい。そうか、6分開けようかね、一応ね、
いやー、まあ、シックスはすごくこうなんだけど、いや、これとこれでコンプリートだよね。超かっこいいじゃないですか、これね。いや、やばいわ、この10番ね。もう、あ、ここ分かる、赤いの分かりやすいんだよね。黒が分かりづらいね、ちょっとね。ね、ちょっとこっちが分かりづらいな。こっちの方が分かりやすいな。こっちの方が分かりやすいな。そうね。で、これね、もともと2014年に出てるものなんで、ちょっとそろそろ寿命が来ちゃう可能性がある、スニーカーではありますね。まあ、まだ今のところエアも曇ってないし、めっちゃ綺麗で、これなんかもう1回しか履いてないんですよ、イベントで。そう、スニコンか。だからちょっと危険ですけど、まあこれは結構後々語り継がれるスニーカーになっちゃいましたね、この映画化することによって。やばいっす、今ほんと軒並み値段がすごいことになってて、サイズによってはこれこっちですよ、こっちが20万してるところもあるんで、やばいなっていう感じでね、ほんと買えてよかったなと思っておりますってことですね。いや、よかった、まあ、映画に間に合ってよかったです。これ映画公開した後に買おうとしたら買えないんじゃないかな、俺の予想だけど。はい、ということでラッキーでしたね。はい、嬉しいですよ、かっこいいじゃないですか、これで完璧や。ってことで、ね、今日はですね、ジョーダンフライスーパーフライ、ジョーダンフライじゃない、ジョーダンスーパーフライとスラムダンクのコラボのスニーカーを購入しましたってことで、また次回の動画でお会いしましょう。 See you next game!